山梨県の6つの村。まずは県北東部にある丹波山村と小菅村。この2つの村は東京都と隣接していて、東京都の重要な水源地です。東京都の水道施設もあり、電話の局番も042から始まります。最寄り駅も青梅線の奥多摩駅で、生活圏も東京に近いです。県南東部にあるのは道志村。こちらは神奈川県と隣接し、横浜市の重要な水源地になっています。そのため山梨県よりも横浜市との関係が深く、横浜市民の割引などもあります。そして山中湖村と忍野村。山中湖は山梨県を代表するリゾート地で、多くの観光客やスポーツ合宿のメッカとして多くの学生たちも訪れます。そして忍野村は忍野八海に代表される名水の地。この名水と自然を生かし、工作機械のメーカーファナックを誘致、水と工業の町として潤っています。最後に鳴沢村。安倍晋三元総理大臣の別荘があり、休日は豊かな自然の中ゴルフを楽しまれていたそうです。ゴルフ場や別荘も多く、隠れた高級リゾート地です。山梨県の6つの村は合併を行わず、豊かな水源と自然を生かし生き残っています。特に山梨の水は日本でもトップクラスで、世界に誇れる財産です。この山梨の水を世界に向けてもっと発信してもらいたいです。